メコン 700ml メコンはタイで最初に国内製造された欧米系の蒸留酒のブランドビアチャーンを製造するタイビバレッジが製造販売している名称はメコン側にちなんでおり外国人観光客らからはメコンウィスキーと俗称され英語で The Spirit of Thailand スピリットに蒸留酒と精神をかけているとしても知られている 1914年、個人が所有していた、スラバン・イーカン・上流所が、大政府に譲渡され、財務省物品税局の監督下に置かれた。その後、資金調達のため入札により、民間に営業させていたが、この許可自体は、ラーマ7世の治世中の1927年に、執行、1929年4月1日に、同省は上流と流通の許可を取り消し別の企業に、 製造を引き継いだ。蒸留所は近代化され、現在でも販売されている薬用種、チアングチョンを含む多くのブランドで新しい28度の蒸留酒を製造するようになった。販売に関しては、物品税局が指名する各地域の卸売業者によりなされた。1941年、物品税局は、ハーブと伝統的な薬用リキュールのレシピを組み合わせ、 新たなアルコール度数35度のブレンド蒸留酒を作り上げた。当時、輸入ウイスキーをソーダで割ったものが人気であり、政府は外貨の流出に悩んでいたところ、この物品税局が作成したブレンド蒸留酒はソーダに合うようブレンドされており、輸入を大幅に削減することに寄与した。この蒸留酒が開発された当時、ピブンソンクラム製喧嘩で、後に、 タイフランス領インドシナ紛争を引き起こすメコン川の東岸に位置する4つの県及びチャンパーサックをフランスの支配から返還するよう運動を展開していた。運動の一環として当時の芸術部長であったルワン・ウィチットワータカーンは故郷の人々を普及させた。この歌は非常に人気を博しタイの人々の心に愛国心を植え付けた。このような風潮を受け、 物品税局は新たに生産された上流種にメコンと名付けた。以来、製造を財務省物品税局、販売を各地の卸売業者という体制の下タイの代表的大衆上流種としての地位を確立したが、1998年販売を各地の卸売業者の一つであったタイビバレッジが財務省からスラバンイーカン上流商を買収、誤解 スラバンイーカン株式会社を設立し2000年から商用製造を開始した。2013年には国外での販売拡大を目指し、ラベルをタイ語から英語に変え、ボトルのデザインも変更するなど、ブランドイメージを一新している。メコンはウイスキーと呼ばれているが、ラム酒に近い。原料は95%のサトウキビ糖蜜と5%の米であり、蒸留後、 その香りと味をつけるために、ハーブやスパイスとブレンドされる。現在も、バンコク郊外のスラバンイーカン上流所で上流、ブレンド、瓶詰めされている。アルコール度数は35%。メコンをベースとしたカクテルに大差映えがある。ありがとうございます。